皆さんこんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの本です。スケジュールによるんですが、私のトークは45分に終わることになってまして、あと2分ぐらいあるので、頑張って2分で終わらせるわけにはいかないので、ちょっとなるべく早めに行きたいと思います。で、今ギャラクシープロジェクトの、ギャラクシーを作った人のであるジェームス・ペイラーさんに、スカイプで、向こうはアメリカ、彼はメアリーランドにいるんですけど、今ちょうど真夜中の0時ぐらいで、こんな時間なんですが、講演頼んでいいって聞いたら、快くいいよって言って来てくださって、さっきのトークは多分今度はアメリカのインディアナであるギャラクシーコミュニティカンファレンスとかに行かないと聞けないような内容なので、皆さん往復往復見聞ライブ特をしたいということなんだと思うんですけども、そんなことはよくてですね、で、私はこれからコミュニティギャラクシーの紹介というと、タイトルでトークをさせていただくんですが、ぶっちゃけ内容はさっきの話と結構被っていて、日本語で再解説みたいになっちゃうのがちょっとあれなんですが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。質問とかは休憩の時間とかに聞いていただければいいかなと思います。で、ギャラクシーとは何かというところを簡単にご説明します。午前中のハンズオンに出られてた方はちょこちょこ触りながらなんとなくこんなものかなというところは分かったかなと思うんですけれども、先ほどジェームスも言ってたみたいに、ギャラクシーはもともとバイオ分野のデータ解析のために作られたものですが、今ではさっき紹介されていたみたいにバイオ分野以外でも使われている、要はソフトウェアを組み合わせてワークフローを作るという意味では、いろんな分野で使えるようなものになっています。で、ウェブベース、お使いのコンピューターのブラウザで使えて、基本的には使用は無料でできます。で、解析を実行したり、もう一回再実行したり、その解析の結果を共有したりすることができます。詳しくはこの galaxyproject.org という、もので調べてください。で、ギャラクシーでできることは何ですかというところで、やっぱり特徴的なことはブラウザを操作するだけでデータの解析ができますと。で、例えば最近はやっぱりニーズとしては NGS の解析であったりとかっていうことが多く行われるようになってきて、で、そういうことをちょっと調べると、何やらこうたくさんプログラミングをやらなきゃいけないというような、壁に、当たることは、ままあるわけです。ところがギャラクシーであれば、プログラミングの知識は一応必要はない。ブラウザを使うだけで、ワークフローだったり、ツールの実行が簡単にできます。で、だから、プログラミングを覚えなくてもいいからギャラクシーを使いましょうっていうふうに、考える方、言っている方もいらっしゃるんですが、我々が、じゃあなんでギャラクシーを使うのかっていうことを説明しますと、単にプログラミングをしなくていいということもあるんですけれども、プログラミングができる人でも、使う理由があります。それはその一度動かした処理をたくさん、もう一回同じことをやるっていう動かすのが、ギャラクシーはシステム上すごく得意で、たくさんのサンプルに全く同じものをずっと繰り返し処理を行うというようなことがギャラクシーは得意です。またギャラクシーの上で実行したものの結果、例えばこの下に出ているようなプロットであったりとかっていうことを管理するのに、いろいろこうフォルダを分けて整理したりとかっていうことをしなくても、ギャラクシーの上で全部こうヒストリーとして管理されているので、解析の結果を管理したり、例えば違うラボの人とコラボレーションするときに、うちの解析出た結果こんなんでしたっていうのは、もうリンクをポンと送るだけでいいというような、そういう効率の良さがあります。で、そういう、先ほどジェームスさんのリプロデュースビリティの解析の再現性というふうに、ずっと言ってましたけれども、解析のたんびになんかいちいちセットアップをしたり、準備をしなくてもいいと。で、同じ昨日やった解析が、今日も同じことができる、半年前にやったことが全く同じことができるというのは、これは実はすごいことで、プログラミングをされている人だったら半年前のことは大体動かないんですね。で、だけどギャラクシーはちゃんと動いてくれると。で、ギャラクシーのそのサポートしているもののデータ解析の再現性というのをもうちょっと詳しくお話ししますと、ツール、大抵の場合、こういうデータの解析っていうのは、
一つのソフトウェアにこうデータをどんと入れたらもう完璧に論文に載せられるプロットがどんと出てくるわけではなくて、いくつかのツールを組み合わせて、順繰り順繰りに処理をしていくということが必要になります。でそうやってたくさんツールを使っていると、どれか一つがおかしくなってしまうと最終的な結果が変わってしまうと。で例えば、新しいバージョンのソフトにアップデートしたら中の、統計手法が変わってるとかアルゴリズムが変わってるとかって言って結果が変わってしまうということを、自分で環境を作ってやってるとなかなかコントロールするのが難しいです。 Galaxy はその部分を、先ほどジェームスも紹介していたようないろんな、機能を使って、バージョンごとに、管理したりとかそういうことができるようになっています。ただ、文字化けをしていますが、あと再現性の問題というのは、それだけではなくてですね、Galaxy がカバーしてくれるのはツールの、ツールやワークフローの再現性なんですが、その Galaxy を動かしている環境が変わってしまうと、そもそも Galaxy が動かなくなってしまうということもあります。これは僕たちはデータ解析環境の再現性っていうふうに、問題を捉えているんですが、例えば、細かい話をしますと、ライブラリーツールの依存関係が壊れて、Galaxy が立ち上がらなくなるとか、マシンがそもそも動かなくなるとか、これも Galaxy ではどうしようもないような問題にであるわけです。で、そういう、ではもっと本当に、本当の意味で、いつやっても絶対に同じものができるっていうような、ことを目指すにはどうすればいいかということで、我々がやっているプロジェクトがこのコミュニティギャラクシー、通称ピタゴラギャラクシーというふうに言ってるんですが、ピタゴラギャラクシーというのはパタ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 倒れて最終的にこう結果が増えてくるピタゴラスイッチみたいだからピタゴラギャラクシーなんですけれども、この、コミュニティギャラクシーでは必要なものを全部パッケージングして、で一つのパッケージだけをこう持ち運ぶように、すれば例えば1個何か壊れてもう次動かなくなりますとかそういうことは、カバーできるでしょうというようなことを、目指して、やっています。でこのコミュニティギャラクシーのそのパッケージングをすることによって何が良いかといいますと、ギャラクシーの維持管理の手間が減ります。で先ほど紹介もあったようにパブリックなウェブサーバーというのがありまして、自分で何もインストールしなくてもどこかに行ったらそのままギャラクシー使えるということができるんですけれども、そうすると自分の好きなようには改造できないと。じゃあもっとこういろんなことを試したいっていうふうになると、自分のコンピューターであったり自分のサーバークラウドにギャラクシーをインストールして使うっていうことになるんですが、そうすると維持の手間がすごく大変になります。でコミュニティギャラクシーはその手間を減らしてくれます。さらに、あなたのラボでも私のラボでも外国のラボでも地球の裏側でもどこでも動くということが、パッケージングによって可能になるので、じゃあうちでやったワークフローそっくりそのままあなたのラボでも動かせますよということができるようになります。そうすると解析のプロトコルであったりっていうのが、今まではうちの論文のこのマテメソに書いてあるからこれ読んで自分でやってって言ってたのは結構不親切で自分も心は痛みますけど、今だったらこのギャラクシーをそのままポンと渡してここにあるって言ったらもう動くと、そういうようなご利益があります。でそういうことをやっているとこうみんなでじゃあこのワークフローをお互いに融通しようと言って共有するワークフローがどんどん増えていくというメリットがあります。で、そんな経緯でいろんな、企業であったり大学であったり研究所であったりというところで使っているワークフローを共有していったものが、ギャラクシーコミュニティジャパンであり、これから発表される方のワークフローであります。じゃあそのコミュニティというのは何なんだと言いますと、ギャラクシーコミュニティというのはこれはイメージ図です。アカデミアとか、企業 の有志によるオープンソース活動って書いてあるんですけど、早い話があって弁当で寄り集まって一緒にワイワイやっている、どこからファンドを受けているわけでもなく、どこのラボのボスから言われているわけでもなく、何か やれと言われてやっているわけでもなく、みんな世界を良くしようと困っている人を助けるために、集まって一緒にやっているような形です。ですのでこれから発表される方は皆さんこうやってこう善意でこう集まって解析のノウハウを共有しようという素晴らしい方々であるわけです。で、どういうふうに活動しているかといいますと、大体都内のどこがしかで、月に一度、ミートアップというイベントをやってまして、そこで集まってはこうギャラクシーの上のツールやワークフローを共有したりこうパッケージングをしたりということを一緒にやっているわけです。で、今日の最後に今日のワークショップの狙いということでですね、
これからそのワークフローの話がいろいろと出てくるわけですけれども、で午前中はハンズオンしましたので、あのギャラクシー の出られた方は、まあ、ギャラクシーどんな感じなのかなという、まあ、あのちょっとつかかった方もいらっしゃったかもしれないですけど、基本的にはその何かすごく難しい呪文のようなコードを書かなくていいということは分かってもらえたかと思います。でこれからの、まあ、ワークフローの紹介というのを順次やっていくわけですけれども、それで紹介された中に自分の研究で使えそうかなと思ったものがあれば、もちろん使ってみようかなというふうになっていただけると嬉しいですし、もし、自分のところではこういうのやってるんだけど、ここには全然紹介されてないなっていうことであれば、そのワークフローを共有してみようというような、形でですね、もしコミュニティにコミットしていただければありがたいなと思っています。それから先ほどもちょっとアナウンスがありましたけれども、何でも相談室というのを今日やってみようかということになってまして、これも本当にボランティアといいますか、有志がやっておりますので、プロフェッショナルなものではないですけれども、まあ、一応3時20分からのセッションと4時30分からのセッションの裏で、こっちではトークずっと続けてますけれども、もし隣にもどうし何か悩み相談があるということであれば、隣のその扉を出たところの教室でやります。であんまり人数対応を避けないので、あんまりたくさん来られるとちょっと待っていただいたりするかもしれません。例えばハンズオンの続きやりたいとか、こういうコンピューターがあるんですけど動きますかとか、ギャラクシーよくわかんないんですけど勉強どうしたらいいんですかとか、そういうような悩みには乗れるかと思っています。ということで、私のトークは以上になります。特に質問がなければ、次の、ワークフローの次は iTunes ギャラクシーの、利用事例の話ですね、に行きたいと思います。ありがとうございます。